に書いてみるんだ。今一番嫌いな人の名前とその理由を。2番目に嫌いな人とその理由。3番目も穴にいたはずの嫌いな人の名前が数にしか思い出せないのはなぜなんだろう。嫌いな理由ってこんなにつまらないことだけ無視されたら無視してればいい。だけど消えてしまった笑顔はどうする。その背中向けた世界は狭くなる。友達なんかいらないって思ってたずっと。許せない嘘や誤解が招いた孤独。生きにくくしてる張本人は僕だ。居心地の悪い視線なんか気にしないで。今の場所受け入れればいい。そんなに嫌な人はいない。やっとわかったんだ。一番嫌いなのは自分ってこと。誰にも気づかれない胸の叫びや痛みを吐き出したら、なんて陳腐な言葉の羅列なんだ。死にたい理由ってこんな些細なことだったのか。泣きたいなら我慢しなくてもいい。慰められなくたって涙は乾くよ。強がりは余計な荷物になるだけだ。夢なんか競い合って手にする幻想。何回も明日こそって期待した未来。裏切っていたのは誰でもない僕が。輪の中に入ろうとしなかった意地のせいさ。後になって冷静になれば、そんなに嫌な日々だったのか。傷つきたくなくてバリア張ってただけ。ほっといてと。辛いことがあったら心に閉じ込めずにノートの上書いてごらん。ハッとするよ。大したことない。過剰書きした不満破り捨ててしまおう。人生は近すぎちゃ見えなくなる。一歩引いて見てごらん。友達なんかいらないって思ってたずっと。許せない嘘や誤解が招いた孤独。生きにくくしてる張本人は僕だ。居心地の悪い視線なんか気にしないで。今の場所受け入れればいい。そんなに嫌な人はいない。やっとわかったんだ。一番嫌いなのは自分ってこと。僕は僕を好きになる。最後までご視聴いただきありがとうございます。いいなと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。有崎凛でした。